はい、どうもルパンでございます。というわけで今回もお絵描きの森やっていこうかなと思います。はい、まあ一緒にやってくださる方は、はい、もちさんでございます。どうぞ。はい、どうもこんにちは、もちパーです。はい、今回もルパンさんと一緒にお絵描きの森やっていきたいと思います。はい、よし、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと、はい、ちょっとシステムレコーダーが出てしまってたが大丈夫でしょう忘れてた、はい、何気にいろいろ忘れるっていうね感じなんですけども、じゃあ早速ゲームスタートいきましょう、はい、ポチッとな。はい、いやーマジかー、なんかちょっと映ってるっていうね。危ない。あ、回答者でした。あ、私書きたいです、うん、はい。まあね、前回ねちょっと編集で、ちょ勝手に喋ってるんですけど、はい、あの、なんかお題を僕隠すとか言いながら隠してなかったっていうか、なんか編集で隠れたんですけど隠れてなかったっていうね。なので申し訳ないです。隠れてませんですね、うん、なので今後ね、消しません消しません消しません消さないんですか。いや、もうね、もうあなたならどう書きますかみたいな、このお題だったらあなたはどう書くみたいな。さあ、まあそんなことは良しとして、本題ね、この絵を見ながら考えていきましょう。考えていきましょう。お、なんだろうこれ、あれかな、わかります、説明なしでも。まあ明るい人にはわかるって感じですかね。どう、こう外国の飲み物。あ、違います。ああ、の、それじゃなくて中身、中身、飲み物です。中身なんですよね。まあ、なんか、あ、正解です。やっぱこの絵ときたらもう、紅茶しかないやろ。紅茶しかないですね。あ、私ですか？あ、俺です。よし。これはい、と。おいおい、お、男性の俺、また、男性の俺にこれを描けっていうのかよ。厳しいなぁ。あのね、結構その紅茶で思い出したんですけど。はい。あの、僕、そのテレビの、あの、相棒っていうドラマが好きで。はい、あー、あの、確か、誰だったっけ、あの、水谷豊さんがやってる、右京さんが、紅茶飲むんですよね。あ、こう、上からダーンって流すやつですよね。あれ、若干こぼれるっていう。俺、僕やったんですよ、それ。ちょっと憧れて、はい、右京さんみたいにやってみよう、みたいな。一時期、ね、はい、どうでした？うん、こぼれましたね、やっぱ。うん、こぼれますよね、あれ。軸ぶらさないでやらないといけませんね。水谷さんあれよくやるなっていう、うん、あ、これ1,2,3,4,5 よかったよかった、5本になってた。これ手です。手、はい、で、なんていうのかな、はい、ちょっと待って、ここちょっと黒くやるんですけど、はい、ここはこうね、爪になってるんですよ、爪ね。あ、で、はい、なんかどういう感じなのか、容器がわかんないんだけど、あれ、こういう、まあなんか、まあ例えば赤だったら赤で、はい、でなんかこう先にこう、なんていうかな、出て、あ、違う、コミキュアじゃない、こういう風にね、毛があって、ここをジュワーっと塗るっていう。よし、オッケー、素晴らしい、マニキュア。これクオリティの差、まあ、クオリティの差を見ろっていう。よーし、じゃあ答えていきましょう。え、さあ、戸惑っております。ちょっと待ってくださいね、はい、え、ちょっと、あの、花なんですけど、はい、花ですか、はい、花です。で、うん、ちょっと待ってくださいね。どれぐらいの時期に咲くのかな、あの、あ、いいですよ、分かんなかったら書いていただければ。はい、花びら、おお、結構花の先がギザギザだった気が、うわ、なんか見たことあるような気がする、花の名前分かん、あ、見たことあると思うけど、はい、あー、見たことあるな、これ何、まあなんか春先に咲かない、すーそう、そうです、さすが、やったぜでも、いや、よくわかりましたね、あれ。なんか、黄色、真ん中が黄色やったら、あ、なんかコスモスっぽいなっていう。よく赤とかで、あ、そ
なってるじゃないですか。はい、まあ、結構も、ね、今回もちさんはあの、ペンタブ使っておりますので、僕は相変わらずマウスですけど。ちょっと待って、これ、これ人間です、人間です。はい。はい、了解です。ちょっとなんか宇宙人みたいな感じになりますけども、ちょっと。はい。ミュータント。笑われてる。このクオリティの差？いや、大丈夫ですよ。いや、もう僕。私も前回すごいひどかったじゃないですか。まだマシな方でしょ。ね、人間ですね。人ですね。はい。人形。あ、人間です、これ。一応。ああ、人形じゃなくて人間。人間で。ちょっと髪の毛を生やしてあげましょう。はい、あんまね、ハゲてたらかわいそうなんで。ウィッグ。ウィッグとか言うな。ハゲてない。ハゲ。こういう風に。これが回るんですね。ああ。よく小学生とかでやったんですよね。わかるかな？多分わかります。わかります。素晴らしい。フラフープ。今日はなんかすごいサクサクいきますね。サクサクいきますね。あの、前回の濁り湯みたいなのが、あ出てこなければ。最初に言っておきますと、言っておきましょう。はい、あの、貞子。一番印象が強いもの。え、貞子なんですけど。なんですけど、まあこんな感じで、まあルパンさんってマイクラとかやったことありますか？ああ、やってますよ。そのゲームにも出てきますね。なんかさすがマイクラをやってると分かってくる。はい、もう分かりましたよ。こんな感じで上に屋根があって、はい、そうです、井戸。正解です。さすが。よし、頑張るぞ。頑張る。なんで今日は、何を、なんかめっちゃ女性的な、すごいな。俺女じゃないんだけど。それなんか、話題が女性だな。話題が女性。話題というか、お題がですね。ですか？お題が。まあ、今から書くんですけど、ちょっとこれね。はい。ステージでね。はい。ちょっと曲がったんですけど、ここの辺ステージで。はい。で、まあ、ここに、あの、観客がね、わーって、いっぱいね、はい。いっぱいいるんですよ。あ、で、よく、東京だとかじゃない、違う。いや、言いたいことはわかる。で、よくここを、何でしたっけ？何でしたっけ？あれですよね。歩くんですよね、ここを。なんで？グランドフィナーレじゃない。そんな難しくないですね。まあ、こういう、なんか。花道じゃなくて、ね、舞台の名前じゃなくて。あれ？ここでね、止まるっていう。うん。わかります。それが出てこない。あれ？何だったっけ？おっと。わからない、詰まってる。東京03、違う。うん、それ芸人ですね。そこまで難しくなくて、こういう、なんていうかな、こういうやつの、なんか、名称というか、なんというか。私も、私の学校の学園祭の時も、やりましたよ。うんうん、よく。あ、私自身は出てないんですけど。よくみんな、着るじゃないですか。着る。服着るじゃないですか。服着ますね。え、なんかめっちゃかっこよく歩いてくるじゃないですか。ははあ、それわかるんですよ。名前が出てこない。あれ。なんとか賞ですよね。その。なんとか賞。服が、ね、うん、あれですよね。服。よく女性の方はすごい気にするじゃないですかね。やっぱ最近の
何とかさ、なんとかコレクションって、あ思い出せない、すいません。おっとおっと、あもう17秒しかない、この時間制限ダメだおっとマジか、結構あ出てこない、出てきます、多分分かってると思うんだよね。あ分かってるんですよ、うん、名前が出てこない、いざとなるとちょっとあのすいません、ごめんなさい、ギブアップです。あファッションですよね、やっぱ結構気にするよね。あちょっと待ってくださいね。いいよ。もう。お魚かな？魚です。お魚ですね。魚です。魚です。まさか魚の名前か。はい。動画名前です。なんだよ。形がめっちゃ歪だ。まあ気にしないでください。はい、で、なんか、ものによっては斑点がありますね。斑点があるんだ。長い？で、長くて斑点があって、まあなんか、洞窟みたいなとこにいますね。で、ギザギザの歯があって。正解です。取ったどうだね。ウツボです。取ったどうです。あ、ゲーム中。終わったどうだね。わーっとうわーなかなかね、なんだろう、意外とファッションショーってね、ファッションショーが出てこない、結構わかるかなと思ったんですけどね、バカがバレるいやもうなんかファッションとかあんまり多分そのファッションショーをなんか難しい名前で考えすぎたんですかね、多分なんかありますよね、なんか東京なんとかとかさ、パリコレだっけ、うん、あそう、あはいパリコレです。なんでこういうこと知ってんだろうね、私より女子力それやめてください、なんかすいません、何その俺女子力高いですよみたいなさ恥ずかしい、あの最近いるじゃないですか、今女子力が高い男子が、はい、その逆もいそうだけどね、男子力高い女子みたいな、あ逆、あ男子力が高い女子どうかわかりませんけども、はい、はい、じゃあね、こう今日はちょっとこのぐらいで、終了したいなと思います、よかったらね、よかったらここに横にここに書きますわ、ここに書きます、はい、ちょっと字汚いです、うつぼ、いや、ウツボじゃないです結構、まあリアルの方は字はまあまあ上手い方だとは思うんですけど、はい、あ、ミス汚ねあー、いいな、ペンタブ、私の字の方が汚い、あペンタブ使ってるのに、あ、お、高評価なげえ、書くのお願いします。高評価とね。高評価と。ちょっとね、マウスで書くとすごい難しいっていう。はい。あの、すいません、ちょっと、あの、登録って漢字書いてもらっていいですか？あの、書けないとか言うわけじゃなくて、マウスだと書きにくいっていう。はい。あ、ねえ、うまい。よっしー、達筆、よいしょはい、よかったらね、高評価、チャンネル登録、あのね、はい、私ともちさんのね、ぜひよろしくお願いいたします。もちさんのも下に貼っておきますのであれお、としか書いてないけどねまあいいでしょう、これね、これをね、スッと、とだけスッと、これをポチッと押していただいて、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回はこれぐらいで終了したいなと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。それでは。